ワクチンの副反応がきつい時にめちゃくちゃ眠くなって、なんか副反応ひどい時間帯ずっと寝て過ごした男、魚です。どうもこんにちは。とりあえず今回はあれか、複合弓のテストをしていくところかだよね。ちょっとあの別ゲーが騒がしかったんで久しぶりの収録となっておりますが、ちょっと夜中の活動をちょっとどうしようかな。あのゾンビぐらい倒せるか。あ、気失った。よし。待てよ。10日でしょ？意外に時間あるな。基地を作りながら弓のテストをしていくという、そんな回かな。てかマジでその副反応抜けて今すぐ撮ってるから起きてね。なんか体の調子がまだ悪いのかどうかがよくわからんのですけども、多分大丈夫。なんか寝すぎて体がおかしいような、そんな感じはあるんだけど、なんか異常な眠気がきてめっちゃ寝ちゃいましたね。はい、なんとかバネ30個なったんで、これで複合弓レベル5クラフト開始。お、来たぞ。これでちょっと撃ってみよう。そっか、なんかこれサイトがついてるな。まあ、見やすさはまあ変わらんけども、結局このクロスヘアで狙うところはあるから、まあ木の弓が品質4っていうのもあるけども、ダメージは12違うね。で、矢の速度も上がってる。まあこれはまあクオリティの差もあるかもしれんけど、あ、いいね。じゃあ木の弓さんはまあ一応まあ取っとくけど引退ということで、とりあえず今日はこいつを使って仕事してみようか。よし、始まりました。どうなんだろうね、クロスボウもね、まあリロード以外はねかなり強いから、てか普通に発電バンク売っとるが、売っとるがなこれ。あ、そっか、今日これアイテム入れ替えかな、もしかして。あ、多分そうだね。いや、フェンスポスト前も売ってたよな。とりあえずこれ買っといて、バンクも、あー、覚えたけど買っとくか。ちょっと宗教関係のものを売って、あ、ロボットスレッジ売ってるな、これも買っとくか一応。よし、じゃあ仕事。あー、なんかどれもやばいな。なかなかひどい距離だったな。ちょっとじゃあスレッジ置いといて、お仕事レッツラゴー。なんかだんだんあれだな、体元気になってきたな。普通にあれか、寝起きでちょっと体おかしかったかな、わからんけど。よし、いつものように到着と思ったらバンク持ってきてる。間違えた。あ、どうだ、なんか今の感じクロスボウに比べて扱いなんか軽いぞ。うわ、なんだこれ、このなんか謎の、なんだこれ。あー、なんかジムみたいな、これか。いや、止まってるし、これいかんでしょ。強くね、まあ、普通に威力が高いってのもあるかもしれんけど、そのクロスボウのさ、よっこいっしょーのリロードの時間がないから、これいいんじゃないか。てかこのガンセーフ来たけど、あれか、もう中に物入っててもただの金だからいいか、うちは。うちはね。危ね、
わ、地雷だったわ。てか爆発したし。あれ、クロスボウはダメだけど弓だと爆発すんのか。今まで地雷じゃなかったのか。焦った。あ、カバン来たね。オッケー、一応上も見ていこう。あ、脱獄衆売ってたか。これ買ってけばな、さっきの宗教お金箱な、開けられたのに。はい、第二のハローワークつきました。そんでは自販機チェック。あ、脱獄衆これも買っとこうか。コーヒー買っといて、こっちの在庫は、あ、コンクリミックス、これ買っとくか。でかい。ミキサーも欲しいけどな。あ、この岩も欲しいな、買っとこう。あ、ピックも3個ぐらい買っとこう。あ、結構お金使っちゃったな。で、仕事は、あ、こっち、まあ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 まだマシだね。複合弓試し会だからさ、ゾンビを倒したいけどな。というわけで行ってみましょう。うわ、バレてねえ。すげえ、今ちょっとアーマー脱いでるんだけど、それも関係してんのかな。バレねえ、最高。あ、いいね。やっぱなんか取り回し軽い気がするわ。前の木の弓よりかは矢が速くなってるから、取り回しの良さとこの強さを両立できてきてるのかな。これ、あ、これ武器矢か。ハーツな、これ取ってもしゃあないが。あーれ、ただ問題はこのチャージか。謎チャージがたまにバグるから変なタイミングで出ちゃうことがあるんだよね。なんかお前詰まっとるな。お、びっくりした。お、飛ぶね。あ、で、こっちが正規か。やばいな、ちょっと下手なってる。やべ、本日の毛が来た。やらかした、最悪。感染もしちゃったよ。まあ、両方治すけども、すぐ。ちょっとこの弓の扱いが下手になっているな。 あ、いいね、強い。これなんだ、包帯か、包合キット、救急キットもいるの。ないよ、確か家にあるな、包合キット。めんどくせー。なんだこいつは、ダッシュマン、あぶねえ、あぶな、勝ちきれゾンビ来たし、もうこいつが出る時代やってきたか。困っちゃうな。あ、鍵かかってる。だけどもここで登場する脱獄衆、こいつを使ってで、ピッキング、ピッキング確率が 100% になるお薬っていう謎の医療がなんか変な方向に発展してる世界だな。これでこいつが開いてくれると。あー、微妙いな。よし、帰ってきましたよ。お、ハンマー5、いらんか、捨てろでしょ。で、この複合弓を、まあ、使った感想なんですけど、まあ、強いような弱いような、まあ、強くなってはいるんだろうけども、結局、一発一発を外さないことが、
弓のなんか大前提な気がするんで、なんか結局なんかエイム力な感じしますね。前の弓に比べるとクロスボウに少し迫るような矢のスピードというか当てやすさはあるような感じがしたんで、このなんか弓を使っていくんだったら作って損はないかなって感じしましたね。なんか謎のレビュー動画みたいになってんだけど。あとなんかモッドつけてどう変わるかだな。なんか弾速上がるやつとかなんかあったような、なかったような。まあそんなこんなで帰宅ですよ。これで、あるじゃん。使う。よし、怪我治った。よし。健康体をね、手に入れたところでね、今回こんな感じで終わりましょう。次回も、がっつり準備して、ホード、行ってみますか。ちょっとね、基地作りに策があるんで、それ試してみようと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またお。